まだ黄金病、希望は残されていたのですね。なんかキンキラキンになってしまう病気やっけ。なんかちょっとバカっぽいけど。これまでのあらすじ。仲間を探しながらラムダを目指すアイナたちはシルビア号の船内で神との再会を果たしたが、彼は名前以外の記憶を全て失っていた。神の記憶を取り戻すためにも一行は神を仲間に加え旅を再開させるのであった。よくお戻りになられました、アイナ。アイナに我らが神のご加護がありますように。そっか、クレーモランにたどり着いたところで終わっとったんやっけ。そう、セーブするために若干中に入ってきたんやっけ。やっけ、いや違う、若干外に出てきたんか。これは話しかけれんタイプのやつよね。あ、話しかけれん。これは、あれか、城に向かえばいいんかな。あ、何かが起きとったんやっけ。え、わからん。様子を見よったんやっけ、みんなで。港の方だけでなく、街の往来にも人々の姿が見当たらないわね。建物の中からは人の気配もするんだけど、どうやら何かに怯えていて、扉に鍵をかけ閉じこもっているようなの。私はこのまま街の様子を探ってみるわ。あなたはロー様と一緒に城へ向かい、シャール様にお会いしてきて。なるほど、城の中には人の気配があるんやね。じゃあ別に消え去っとるわけではないんや。見て見て、雪だるま、かわいい。破壊した。破壊してしまったんですけど。前にクレーモランに来た時には、この辺りも賑やかな雰囲気だったのに、今は人っ子一人いないわね。どうもみんな家の中に隠れてるみたい。なんだか不気味ね。一体どうしちゃったのかしら。あ、そっか、建物の中。別に城の中じゃなくって建物か。で、それぞれの建物の中にはおるってこと？え？教会とかは人おるんかな？神父さんとか。建物の中から住民の気配を感じる。しかし扉は固く閉ざされている。マジか、開けてくれんパターン。気配はするけど開けてくれんパターンね。なるほど。この広場には住民たちの姿はないようだ。これでは何が起きているか知るすべがないな。不思議なことに家の中から住民の気配を感じるのだが、誰も扉を開けてくれるのだ。一体どういうわけだ。俺たちはもう少し街の様子を探ってみる。アイナよ、城の方は任せたぞ。いや、まあこういうね、まあ世界的にこういう状態なわけやけん、まあ、賑わってなくてもおかしくはないけどね。引きこもっとっても。え、これ神はどこ行ったんやっけ？あと、おじいちゃんと。あ、兵士さんはちゃんと外におるんやね。なるほど、仕事は放棄してないわけや。君はいつぞやの旅人だな。無事であったか。シアルさんもご心配なされていたぞ。玉座の間に向かい、お会いになられるがよい。実はこのクレーモラン王国で、恐ろしい奇病が流行していてな。シャール様も気が気でないご様子なのだ。どんな病気やったっけな。相手がたとえ原因不明の病だとしても、城におられるシャール様の安全は、僕たち兵士がお守りしなくては。本当は僕も家や城の中に避難したいんだけどね。はぁ、兵士の辛いところだよ。でも兵士はこういう感じやけど、神父様とかは全然仕事してくれないんすね。びっくりした。水。ねえ、あとの二人は？二人？三人？二人か。あと、カミュとおじいちゃんだけかな。どこ行ったんねえねえ。ん？おらんくない？なんか動物はいっぱいおるけど。動物のお世話ぐらいはちゃんとしようかな。現実的な。え、あとの二人おらんやん。え、どこ行った？城の中？え、先に入っていっとるとかある？おらんね。じゃ、中入るか。失礼しまーす。職員室みたいなノリで入っていくけど。あ、人がいる。ほっとするね。ここはクレーモラン城。まだ世界が平和だった頃、その美しさで評判だった名城です。ですが、今やこの国には奇病が広まり、それどころではなくなってしまいました。あなたも病にかからぬようご用心ください。奇病が流行っとる割には外からの人間あっさり受け入れるんやね。帰省すればいいのに。
私とこの国の女王シャール様とは、まるで姉妹のように育った幼馴染でもあるのよ。だからこそ、一人で大変そうなシャール様の姿を見ていると、何もできない自分が悔しくなるわ。そのシャール様自体は別に何にもかかっとるわけじゃないよね。この先にある地下につながる昇降機は、現在使用を禁じられている。残念だが、ここを通すわけにはいかん。恐ろしい病魔と関与の疑いがある、氷の魔女、リーズレットを地下の牢に拘束しているのでな。リーズレット、マジで？あれよね。リーズレットって、平和な時に、何やっけ？関係良くなっとったよね。かつてこの国を氷漬けにしたという魔女リーズレットさん。今この国で起きている最悪も彼女が犯人だと疑う者も少なくないんだ。けれど本当にそうなのかな？ね、和解しとったよね。そう、和解って言葉が出てこんかったよ、さっき。大地が落ちてからほどなくして、突如原因不明の病が広まり出したの。本当にあっという間のことだったわ。私だっていつ発症するか、それを思うと恐ろしくて、体の震えが止まらなくなるの。どうなら国民が不安になるけん、閉じ込めとんかな。さすがに、あれよね。女王はせんよね、そんなこと。我らが女王シャール様は、この奥の玉座の間にいらっしゃいます。昨今この地を見舞う恐るべき最悪に、シャール様は心を痛めておいでです。どうかお力をお貸しください。リーズレットはね、私ドラクエタクトでさ、メインキャラとして使っとったんよね。どんな恐ろしい魔物が相手でも、尊敬するシャール様だけは、命に変えてでもお守りしなくちゃ。でも、相手が病気じゃ、どうやってお守りするべきかさえ、さっぱりわからないんだ。まあね、実体があるものじゃないしな。この城も持っていた衛兵の数も、次々に減り、残すは我らのみ。だが、どんな苦境でも任務は果たさねば。減って、どういうこと？病気で亡くなったってこと？あれかな？伏せるだけじゃなくて、亡くなっとる人もおるんかな？あー、なんか懐かしいね。こんなとこやったわ。ちょっとなんかわけわからん感じの構造やった。女王様は左右の階段を上がった先にある玉座の間の奥にいらっしゃいます。あなた方が生きてらしたことを知れば、女王様もお喜びになることでしょう。どうぞお話になっていってください。大丈夫？ちゃんと歓迎される？外からやってきたけど。おー、久しぶりじゃな。こうしてまた会えて何よりじゃ。もうシャール様にはお会いしたのか？いや、今はあなたここにずっといたんじゃないの。私は今初めて来たんだよ。私は昨今この地で流行している謎の奇病について調べておる。詳しくはシャール様が教えてくれよう。了解、聞きます。この国の状況について知りたければ直接女王様に聞かれるのが良いじゃろう。重大なことゆえわしの口から軽々しくは言えぬんだ。リーズレットさんからおしゃれを教わって、最近は貴金属や宝石のアクセサリーにも興味を持つようになってきたの。ほらーねー、友好的な感じになっとったのに。でもまさかその矢先に恐ろしい病が流行するなんて、これじゃおしゃれどころじゃないわ。やっぱり国民が不安がる県って感じかな。我が県はこのクレームラン王国とシャール様のためにある。この身がどうなろうとも、たとえいかなる病にかかったとしても、その誓いだけは守ってみせるつもりだ。かっこいい。たださ、あれよね、偉い人を守るためにおるにしてはちょっと肌が出すぎな気がするんよね。めちゃくちゃ弱点出まくっとる感が。顔を上げなされ、シャール殿。あれ、ちょっと待って、どこから湧いて出てきた。いかなる時も民を不安にさせてはいけませんぞ。そっか、メガネっ子やったんやっけ、女王様。女王様、皆様。ちょっと女王っぽくない感じのね。見た目あったよね。久しぶりじゃの。どちらかとやっぱリーズレットの方が女王っぽい感じやけど。尊敬そうで何よりじゃ。よかった。大樹が落ち、闇が世界を覆い、黄金病の恐怖がこの地に蔓延したとしても、まだ黄金病希望は残されていたのですね。あれか、名前の通りなんかキンキラキンになってしまう病気やっけ。なんかちょっとバカっぽいけど。それじゃ金の像みたいな感じになるやつ。今黄金病と言ったかの。一体この地で何が起きておるのじゃ。数週間ほど前からです。神おった今。クレイモラン王国一帯でてか突如奇病が流行り出したのです。なんかもう一人ぐらいしかおらんかったことね。おったんかな。
この病に感染した者は人間も動物も植物でさえも体が黄金と化してしまうのです。あ、おるおる。黄金に。原因も治療法もわからないこの病はいつしか不安に怯える人々から黄金病と呼ばれるようになりました。他の国に助けを求めようにも、病と共に現れた巨大な黄金の氷山により陸路も回路も閉ざされ、確実にそれが原因よね。病と共に現れとるもん。病を調べていた魔女リーズレットも逆にあらぬ疑いをかけられ、城の地下に幽閉されてしまいました。幽閉されてしまいました。女王やのに決定権ない感じ。友人として彼女を解放しようと試みましたが、これはやっぱりね、国民民の強い反対に遭い、それも叶わず。国民の意見が全く通らん国もいかんと思うけどさ、この国を混乱に陥れているのです。女王の意見が通らん国っていうのはもっといかんのじゃないかな。なんと、女王である意味がなくない。じゃがシャル殿、安心なされよ。その黄金病の謎をわしらが調べよう。ありがとうございます、老様。皆さん、城の者や城下町の民たちにも皆さんに協力するよう伝えておきます。大丈夫、ちゃんと扉開けてくれる。よろしくお願いします。みんななんか扉を固く閉ざしとったけど。黄金病。あんなおとなしいのは神じゃねえ。ん、まだなんか。黄金病を解決し、この地を救うため、城の者や城下町の民たちには、皆様に協力するよう伝えておきました。これで家の中に避難している人々からも、黄金病について話を聞けるはず。どうかよろしくお願いいたします。おー、マジで？じゃあ早速、ちょっと民家を訪ねて行ってみるわ、私。え、なに？電話で説得したん？直接言ってくれたんかな、今の間に。さすがに城のものって言ったら扉開けんわけにはいかんよね。おし。あ、この三人で行っとったん。老様たち。あ、ってことは何かわかりましたか？どういうこと？あれか？さっきあの街中で見かけたこの三人はあれやけど、こっちの三人は一緒におってて、一緒におるけん見えんかったってこと？わからんけど。それがもう詳しくはわからんが、シャール殿が言うにはな、ちょっと文字なしで話進めるのやめてもらっていいですかね。そこ行くご婦人。よければわしらに話を聞かせてくださらんか。協力しろって言われたけん、なに、みんなもしかしてわらわら外に出てきた？別に出てこんでも大丈夫よ、尋ねるし。なんだいお前さんたちは。あ、そういうわけじゃないですか。こんなとこでぼさっとして体が金になっても知らないよ。おばあちゃん、何で出てきたん？はあ、ん？ちょっとお待ち。お前さん、もしかしてカミュじゃないか？俺のこと知ってるんですか？え、この町に知り合いおったっけ？はあ、お前さん忘れちまったのかい？めちゃくちゃ知り合いみたいやけど、このおばさんは。私が仲いいおばちゃんに似とんやけど、なんか、あの前のファミマで働きおった。そんな、これはまさか。え、ちょっとおばあちゃん、どうしちゃったの？ちょっと待って、何死んでてきたん、このおばあちゃん、マジで。ついに、私まで感染しちまったっていうのかい。井戸に水を汲みにとかそういうことかな。でもさ、みんなこう、黄金になったって言われには、その黄金になった人は、どこ？街中に、こんなんないことない？他に。これが黄金病だというの。家の中に運び込んどるとかかな、壊れんように。ちょっとどうしたの、カミちゃん。カミ、記憶が、
声を聞きつけ来てみれば、まさか君がいるとは。あれ、神父さんも神のことを知っておるのか。わしらは旅の仲間なんじゃが、今こやつは記憶を失っておってな。え、前回来た時って神おらんかったっけ。平和な頃、え、おったよね普通に。そんな話あった。そのようなことが。神のことをお話ししましょう。後ほど城下町の正門そばにある私の教会にいらしてください。さっき訪ねたんですけどね、閉ざされてたよ。神父さんなのに。さっき訪ねたの教会よね。はは、しかもこんなところで。え、これし、城の真ん前。返事がない、ただの黄金のゾーンになっているようだ。ただの屍的な感じで。君も黄金病の恐ろしさが分かっただろう。黄金病に対して僕たちは何もできない。情けないけどこれが現実なのさ。で、このおばあちゃんは一体、どうされるんすかね。またしても黄金病の犠牲者が増えてしまった。ああ、この闇に覆われた世界で、我ら兵士はなんと無力なのだろう。なんか一箇所に収容されとったりするんかな。まあ、なんかあれよね、黄金になってけんって、もしそれで、感染する菌とか持っとるとしたら、家に置いとくのも危険な感じするよね。どこやっけ？あ、これか。あれ、さっき来たのこれやった？なんか違うような気がしてきた。なんか全然違う建物やった気がしてきた、さっき訪ねたの。わからん。神父様からお話は聞いております。あの方は教会の中、礼拝堂の奥にある部屋で、皆さんお待ちになられていますよ。んー、なんか早速家族とか出てきとるやん。協力してあげてくださいって言われたけんってね、別に外にまで出てくる必要はないんよ。狭くね。もっと奥行きあるものやと思って入ってきたのにめっちゃ狭かったんやけど。城下町を歩いて美しい街並みを見るのが僕の日課だったんだけど、黄金病のせいでそれもできやしない。病気が作った黄金なんて、本来のこの街に比べたらちっとも美しくなんてないよ。まあね、そりゃ。外にいると黄金病に感染しやすいと聞いて、私ら教会に避難させてもらってるの。ここの神父さんが人格者でよかったわ。家はないんですか？そういう感じ？え、普段どうしとったんやろ？めっちゃ雪降りおるけど。よく来てくださいました。神よ、君も元気そうで何よりだ。最後に見てから5年ぶりくらいだろうか。結構経つね。5年前。それまで俺はこの町に住んでいたんですか。ちょっと何歳か知らんけどさ、みんなが多分あれやろ、10代後半ぐらいやろ。え、違うんかな。多分そんな感じよね。やとしたら5年って結構かつてじゃない。このクレイモランの顔変わるよね。顔は変わらんかな。北海で活動するバイキングの寄港地でね、以前は交流も盛んに行われていたんだ。カミュ、当時君はそのバイキングの手下だった。俺がバイキング。いや、まあもともと盗みとかいろいろしよったよね。そんな感じやったけん別にそんな驚くようなことでもない気がするけど。盗賊神の出自は我らデルカダール王国がいくら調べても謎だった。だがまさかバイキングの生まれだったとは。何、そんなにびっくりすることない。え、海賊ってことやろ、バイキング。いえ、生まれに関しては何とも。神は幼い頃彼の妹と共にバイキングに拾われ育てられたようでした。ああ、じゃあ実の親は分からんってことか。それが幸せだったのかは分かりません。彼と妹はかなり過酷な生活を強いられていたようでしたし、まあ、死ぬよりはマシやったかもしれんけど、その後のことを考えると。実際ただその間は地獄やったよね。彼の妹が亡くなったという知らせを受け、その日を境に彼もまた姿を消してしまったのです。え、妹亡くなっとったっけ。違うよね。やめろ。え、亡くなった。あれよね、さっきなんか反応しよったけど妹金になったよね。神父として彼らを救えなかったことは心残りとして私の中に残り続けました。ですから彼が困っているなら
あ、じゃあ今回のこれであれか、妹助けれる感じかな。やめてくれ。しばらく一人にしてください。そのために冒険出たんじゃなかったっけ、カミュって。すみません、彼の気持ちも考えず。皆さん、カミュを頼みます。私も後から追いかけますので。